新兵器はいマーシャルの現行の製品の SV20H スタジオヴィンテージってやつです、ね、SV20H と、68年のプレイ機、ね、はいつものはい、はい、でこれが、まあ、スーパーリードの 20W 版再現、はい、あ再現 20W、はい、で新品現行品で買えるやつそうですねヴィンテージと現行品って感じですね。を、まあ、比べて感じ。そうですね。これどっちから出した方がいいんやろ。そうですね。これでも、まあ、フレッキシから出した方がいいな。フレッキシからいきましょうか。はい。じゃあ、つなぎ替え。電源を。して。はい。で、これを、まあ、これは、はい。何回か。っていうか何度も出してるやつそうです、はい、でもあれかなこれとこの組み合わせ初めてかもそうですねこのキャビではまだ鳴らしてないそういやあのこのギターもあそう前だってあ確かにそうですレスポールはこれが59年と、はい、59年のギターのネックが61年になってるって感じですねはいはい、はいになってないほら、ほんますかいや、行くでほら、真下あ、はい、で俺多分、今まで何番、何ぼってゼロここやんか、はい、若干ずれてんねんな、多分、ね、で家で弾いてて一番いいなと思ったら、やっぱこの辺かな、12時、はい、でも実質6やと思うね、これあなるほど多分、はい、これが一番好きやんでこれ以上上げていくとだんだん低音がこうブーミーになっていくって感じです、はい、この状態で比べてそうちょっとスピーカーケーブルも変えないといけないそうそうそう面倒ですけどまあでもキャビが同じ条件で比べれるから、はい、いいと思うで、こうして8オームこれすごいな全部刺すとこによって16を、はい、4オームとか全部もうはい刺すとこで用意されてるしかも鮮度リターンありはい、うん、そうですね1回見せる見せましょうか鮮度リターンまあこれスピーカーアウト選べてで鮮度リターンもあって、はい、これラインアウトそう DI アウトおお、はい、これってスピーカーつなげてなあかんやな多分そうじゃあこっち弾いてみようはいそうですね、下が20。
はい、まで、そうですね、設定は近い感じですね、はい、大体一緒ではあるんですけど、違うは違うですね、はい、うん、いや、こっち50やんか、はい、でこっち20やろ、はい、だから今ここで一番気持ちいい感じだった、はい、だからこれまあまああの音量を持ってるドラムの人とやったら、はい、どうかなっていう感じだ、なるほど、今一人で一人というかこの空間で弾いてる分には一番、はい、いい状態じゃん、はい、これこの音的にも、はい、もうちょっと上げたら、そうベースバンド入った時どうやねんっていう、フルフルって、そうですね、フルテンよりこのぐらいの方がいい感じです、ね、はい、いやまあそれフルテンっていうのは、はい、そうですね、こっちが2チャンネルはノーマルチャンネル、はい、ノーマルもやってこう、ノーマルで、こっちの方が古いっぽい感じがしますね。これどうする？リンクやってる。あ、そうですね。はい。これなんとなく合いそうやね、ジャンピング。はい、でどっちにさせた？でもまあ、さっき、トレブルの方で使うときに、プレゼンスとトレブルを下げてたじゃないですか。あ、これ上げれる。だからノーマルやともうちょっと上げれる感じはするんですね。あ、はい、で、ノーマルで上げてるの？はい。ノーマルで。あ、この辺な、はい、ちょっと上げてみそうですね。これで、これ結局2に刺しちゃってる。どっちがいいのこれ。まあ、それでこういうこと。まあ違いあると思うんですけどね。はい。で、まあこっから上げてもこの辺ぐらいから。はい、お、結構いいんじゃんこれ。はい。
なんかさっきまではなんかこう古いアンプに出てくるなんか謎のシャリシャリっていうか あの感じがあんまりなかったんですけど、リンクしたらそのなんかほんまの音以外の音が出てきた感じが、はい、反対のチャンネルリンクって変わるんですかね。なんかいや俺もう分からんなそこは。これやったことないんですよね。なんか最近知って、まあ一応ここじゃ動かさずに、はい、こうやった時にこれあれやな、ちょっとジャックぐらついてんだよ。ああ、まあ大丈夫、まあ、中古なんで。はい、そうよ、今この下が緩んでたな。あ、こっちも緩んでるわ。これでその締め具合で音変わる言う人もいます。いや違うと思います、うん、違うな、はい、さっきの方が良かった気がするんですけどね。はい、3か4ぐらいでクリーンいけると思うんですけど。